ピンク、ゴールド、藍色をサイドに配置しているという今年のファンズデーユニフォームです。さあ、ティップオフ、最初のシュートはまだあるか、阿部のシュート入ります。今日最初のポイントは千丸でした。ベースラインから杉浦スリーポイント、こちらもスリーのお返しです。あ、これは今日は止められないかもしれないですね。もう10得点です。さあ山下、おっとカーター転倒、島根の速い攻め、ブルックスを使う、割って入ったキャプテンの北川です。チームを落ち着けていきたいところ。阿部、杉浦動いてくる。いや、ここもいいオフェンスも、はい、ゴールマンはブルックス、ブルックス自分で行く、行けるここはウィリアムスにか、面白を見せてバウンドパスは通らない。ブルックスが一人で守って一人で攻める、決めました。これで島根逆転。今度は秋田がタイムアウト。さあ秋田はどう攻める。カーター外、一つフェイクから古川、この合わせも合わない。ターンオーバーからまた島根が走る、オフェンスリバウンド、ブルックスパスコースをこう防いでるような感じですよね。カットした。あ、山下選手、さあトラビス走る、トラビスダンク。ブルックスには野本、トラビスにはコルビー、スピンムーブからトラビス、強い、ここは強い、本当強いですね。杉浦まだ打てない、島根残り4秒、神里これを決める。ここは神里、阿部が来る、ホープフェイクから決めました。島根としては前半は一桁で食らいついていたんですが、そうですね、ここは杉浦返しました。ここもいい、シュートですね。ウィリアムス、ニカ、阿部が近づいてきて、ニカのスクリーン、阿部が決めます。選手今日確実に決めてますね。あ、ここ、そしてミスが出たのは秋田、逃さなかった阿部。田中ついていく、外ブルックス決める、スリーポイント成功。各もらったチャンスだったわけですが、ここもドライブ成功、ブルックス押し込む。あ、こんな感じのセカンドショットをしっかり決めていくと、リバウンドトラビス、ズタフバパスカット、阿部、ブルックス、阿部が今日14点目、チーム最多ポイントになりました。ブルックスから外の杉浦、あれも決めた。はい、今日やはり調子いいですね。トップでウィリアムス、ゴール下に通す。いや、ここも阿部選手、ここは大浦シュート打ち切れず、シュート入ってバスケットカウントワンスロー、ファールは野本。秋田としてもこのまま、あ、奪われた。ちょうどこのまま勝ち切るにしても明日につなげるゲームをという話をしようとしたんですが、激しい守備、神里連続ターンオーバーは千葉ね、ウィリアムスリカのダンク。さあ点差一桁です。ニカがしっかりと最後決めます。最後点差一桁まで縮めたんですが、決めきれず試合終了。